こんにちは、かけまじです。今日は、マウントレーニアさんの秋限定商品、モカチーノというコーヒーの動画ですね。ご一緒にご覧いただきたいと思います。マウントレーニアカフェラテ、秋限定モカチーノですね。それではしましたら、原材料名、まずご一緒にご覧いただきたいと思います。乳製品ですね、すいません。砂糖、加糖、ぶどう糖、液糖に、あとはコーヒー、乳、ココア、シナモンエキスにセルロース、香料に乳化剤、安定剤ということで、その下カロリーの方は、1本あたり144キロカロリーということです。はい、こちらがマウントレーニア秋限定モカチーノの中身です。なんでしょうね、ちょっと牛乳多すぎるん違うかなっていう感じなんですけれども、それではお味の方チェックしてみたいと思います。うまい、これは、あうまいすごい口当たりがすごく優しくって、コーヒーの、そうですね、テイストがすごい優しいんですよ。ミルク多めなんですけれども、口当たりとてもいい感じで、喉越しになんか独特のなんか癖みたいなのがきます。なんやろ、シナモンが入ってるからでしょうか。すいません、ちょっともう一回チェックします。うまいです。口当たりがすごく柔らかいんですよ。なんて言ったらいいんやろ、そうですね、言うたらコーヒー牛乳的なんですけれども、コーヒーがすごい上質で、すごく、そうですね、まろやかなカフェラテの味になっているんですけれども、喉越しに多分シナモン入ってるから、そうですね、その癖的なものがちょっと後でふわっときます。パンチが効いてるっていうか、なんか最後インパクトのある喉越しになってますね。美味しいです、すごく。これはセブンイレブンさんの方でゲットしまいました。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。